日本近畿地方京都府京都市上京区五番町旧五番町遊郭五番町は京都市上京区にある町名である千本通りと中立ち売り通りの西南一帯江戸時代に遊郭ができ花町として賑わったが売春防止法施行により1950年代に廃止され住宅街に変わったここでは遊郭について紹介する五番町文章 五番町の町名の由来は、桃山時代、豊臣秀吉が、樹落台を築城する際、かつて平安宮が存在し野原と化した、内野を開発し武家地として整備した。しかし、住処かを、伏見の桃山城に移すと内野は荒廃し、田畑に帰った。再開発されたのが、江戸時代初期、五所拡大に伴い移住してきた住民が、北の天満宮、あた山への参拝客を相手に、 にうり茶屋をはじめ、それが、花町として発展してゆくのである。その繁栄ぶりに、京都諸市大は危機を感じ、何度も取り締まったが結局、上7県の管下として営業を許した。明治に入り、五番町は四番町と共に、独立の遊郭として認められ、旅行場を設置したが、有名無実となり、やがて東部と西部に分けられ、東部は芸妓、西部は将棋と、 それぞれ栄えた。特に芸器部は、祇園工部、ポント町と並ぶ芸所として名を馳せていた。しかし、近くには上7県があり、五番町は上7県より揚げ代が安かったため職人が多く通う花町として知られ、次第に将棋本位の町となった。そのため、五番町イコール下級課外のイメージが付きまとったため、強者側は北新地と呼ばせていたが、 地元の人相変わらず、五番町と呼んだ。第二次世界大戦後、西陣新地と名称を変え営業していたが、1958年3月15日、売春防止法施行により、同じく将棋中心だった五条、七条新地などと共に廃止された。その後、一部のお茶屋は残っていたが、時代の流れにより普通の住宅地へと変貌し、遊郭としての面影はわずかにしか残っていない。 五番町遊郭を舞台にした作品で、水上つとむの小説、五番町遊戯二郎が有名である。ありがとうございます。